楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日はですね、社員教育をおろそかにする会社は、そのうち潰れるでしょうというちょっと、大胆な、タイトルにしてみましたけれども、これでちょっとお話をしていきたいと思います。私の仕事はですね、いろんな会社で、その会社の成果がもっと上がるように、業績が良くなるように、いろいろ何かを変えていくときに、組織を変える、お手伝いとかですね、社員教育とかそういうことを、やらせていただいてるんですけれども、そういう仕事をしてますっていうような話をすると、社員教育とか研修とかっていうのはなかなか成果に結びつかないよねと、なかなかできないんだよね、余裕がないからみたいなことをおっしゃる、社長さんが結構いらっしゃるんですね。で、それはその通りだとは思うんですけれども、まず社員教育っていうのがその、やらなくていいとかっていうふうに、認識されているような感じの、社長さんに対してはそれをやらないでいるとやっぱり大変なことになるんだぞっていうようなことで、いろいろ申し上げたいことが、あるんですね。でちょっと今日の話にちょっと入っていきたいと思うんですけれども、突然ですけれども、これ、何かっていうと、トラクターですね。農業で使うやつですよね。でこれはトラックです。運送業で、配送とかに、使いますよね。物を運ぶときに使う。これはフォークリフトですね。でこちらは工場とか、倉庫とかですかね、で、物を動かしたりするときに、使うものですよね。それからこれはちょっと何だかよくわかんないんですけど、一応工場で使ってる機械、何かを作る機械だというふうに思っていただければと思います。で、この4つとりあえず、適当に出してみたんですけれども、これは何かっていうと、仕事で使う機械ですね。農業だったり、製造業だったり、運送業だったり、それぞれの企業で、仕事をするために、売り上げを上げて利益を出していくのに、何らかの形で使うこの機械をちょっといろいろ絵を探してみました。でこの、仕事に使う機械たちに対してですね、普通の会社は例えば燃料補給しますか、すると思うんですよね。しないと動かなくなっちゃいますから、電源だと電源差しといてっていうことなので燃料補給しないでしょうけれども、ガソリンを入れるとかですね、そういうのもありますんで、そういうのは燃料補給すると思うんですね。であと点検メンテナンスはしますか。でこれ毎日するかどうかは分かりませんけれども、定期的に点検とかメンテナンスしないと、動かなくなっちゃったり故障したりするので、多分というか、してますよね。それから調整しますか。何かずれてしまったりしてるとちゃんと動かないなんていうことになるので、点検メンテナンスの一環かもしれませんけど、調整とか必ずしてると思うんですね。おそらくですね、いろんな機械を使ってる会社は、どんな機械であっても燃料補給したり点検メンテナンスとか調整とか、そういうことをしてると思うんです。当たり前ですよね。何当たり前のこと言ってるんだって、思われるかもしれませんけれども、機械に対してはそうやっていろいろするんですね。ちゃんと働くように、ちゃんと動くように、いろいろ気を配っておくというか、いろいろやっておくんです。でところがですね、仕事をする社員たちに対してはどうでしょう。燃料補給しますかっていうのは、これは食事をしたり飲み物を飲んだりとかっていうことなのかもしれないので、これは各自がやると思うんですけれども、点検メンテナンスしますか。これは要するに、機械だったらその機械がきちんと動くかどうかを、点検して、ちょっとした何かがあったらそれを修正して、ちょっと直していくみたいなことですよね。で人間で言えば、その人がきちんと働けるように、元気に働けるように、疲れちゃって大変なことになってないかとか、いろいろ落ち込んでないかとか、そういういろんな悩みがないかとか、そういうのを見て、そういうのがあったら、本人が解決するべきことでもありますけれども、会社の中で解決すべきことについてはそれを、直してあげるとかですね、そういうような、確認をして、対処するみたいなことをしてるかどうかですね。3番の調整しますかっていうのは、機械のことで言えば先ほど言いましたけれども、何かちょっとずれてたりするときに、それを定位置に戻すのを調整するとかですね、そういうことをすると思うんですけれども、人間のことで言えば、例えば会社の方針についての理解が、ちょっとずれてるぞみたいなことがあったらそれを調整して合わせるとかですね、仕事のやり方がちょっと、正規のやり方からずれてきてるぞってことがあったらそれを、調整して直すとかですね、そういうことですね。でそういうふうに考えてくると、1番は勝手にやってるとして、3番の調整しますかもある程度業務に、支障が出るとか問題が起こったりするとこれ、やるんだと思うんですけどね。
でも例えば点検メンテナンスみたいなことについていろいろその社員が悩んでるかとかですね、まあ、どうな調子はどうなんだろうとかっていうことについて、まあ、やってる会社もあれば、まあ、やってない会社もある、あるいはですね割とまあその、機械はきちんと毎日メンテナンスとか点検したりするけれども社員についてはとにかく、まあ、毎日毎日仕事しましょうっていうことで進んでっちゃってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、申し上げたいことは機械は点検とかメンテナンスするのになんで社員に対してはしないんでしょうかってことなんです。まあ、もちろんしてる会社もあると思いますけれどもなんで機械は動かなくなっちゃうと困るからってことで点検とかメンテナンスをきちんとやるのにこれやらない会社はないと思うんですね。でも社員に対してはやってる会社もあればやってない会社もある。やってない会社になるととにかくまあ仕事しろ働けみたいな感じになってる会社もあるかもしれないですね。なんでそうなっちゃうんだろうっていうことなんですよね。で、この社員が調子よく働けるように気を配ること、これすごく大事ですよね。そうしないとまあ、当たり前の話ですけれどもいくら機械が動いてくれても、社員がその操作を間違えれば、ちょっとぼーっとしてて、例えばもう睡眠不足で疲れちゃってて睡眠不足になってうとうとじゃないですけどこうなってやったらこう、例えば運転してたらどっかにぶつけちゃうとかですね操作を誤って、変なことになっちゃうとかそういうことがありますよね。でこの社員が調子よく働けるようにすることがこの点検とかメンテナンスに、まあ、当たるわけですね。から方向性が合うように情報共有、まあ、すること、社員と、先ほど言いましたけれども、ちょっと方向性がずれてるからこれを直すとかやり方がちょっとずれてるから、これを修正するとかっていうことが、まあ、これが調整にあたるっていうことなんですけどこれを、まあ、調整の方は少しはやってるかもしれませんけれども点検メンテナンスにあたるこの社員が調子よく働けるようにいろいろ気を配るっていうことを、まあ、やってるかどうかっていうことですよね。で、この点検メンテナンスにあたる社員が、きちんと、気持ちよく働けるように調子よく働けるようにするっていうこの点検メンテナンスっていうのはある意味社員教育なんですね。社員教育っていうのは何も、まあ、研修をやるとかですね、そういうことをするだけが社員教育じゃないんです。まあ、社員教育と言っちゃうとちょっと、まあ、誤解というか受け取り方があるかもしれないんですけど人材育成っていう面で言うと、そういうその気持ちのマインドの方とかですね、そういうのに対して気を配ったり、いろいろその、していくっていうことが、まあ、その人材育成につながっていく当たり前だと思うんですけども要するに気持ちが前向きに、頑張ってやろうなっていう気持ちになってればどん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 育っていきますけれどもいやいややってたり、まあ、なんか悩み事があるんだけどとりあえずもう働かなきゃいけないからただやってるっていうことだと、まあ、育たないっていうことになってきますよね。とこの点検とかメンテナンスにあたる部分っていうのは、まあ、人材育成にもつながってきてその辺のことを気を配らないと、だんだん、他の会社に負けてしまったりする。まあ、なぜかというと先ほどのこの絵ですけどこの機械たちは誰が動かしても大体同じように動きます。まあ、普通に操作すればですね。でもこの同じように動くはずの機械が、ものにもよりますけれどもやっぱり、その熟練した人が動かすと、ものすごくうまく動くけれども、初心者だと動かないとかっていうのもありますよね。例えば車の運転なんかもそうですし、まあ、何でもそうだと思うんですけれども結局人の技量っていうのがその、機械の操作のに影響してそこで出てくる成果にもつながってくるっていうわけですよね。なので、まあ、そんなこと当たり前ではあるんですけれどもそこで、ただ単に技術的なこと機械を動かすことだけのところじゃなくて、人間は結局その機械を動かす技術があってもマインドの方とかが、きちんとその前向きに頑張ってこの会社で一生懸命やろうとか、いろいろこうその前向きな気持ちでやっていかないと、なかなかこう成果にも出てこないっていうことになるので、そういった意味で、社員に対してのケアとか、まあ、社員教育とかですねそういうところがおろそかになってくると結局、成果売上とか業績の方に、まあ、悪影響が出てくるっていうことなんですね。でこんなことまあすごく当たり前のことなので、言わなくても、いいんじゃないかっていう気もするんですけれどもどうも見てると、会社によっては本当に、まあ、社員はとりあえず働けばいいんだみたいな感じでですねやってる会社も時々あるようなんですよね。でそれだとやっぱり、競争社会で、まあ、負けてしまうっていうんですかね生き残っていかれなくなってしまう可能性が、まあ、強いかなというふうに、思います。ということで、広い意味での社員教育ですね、まあ、社員に対するケア、についても、すごく大事なので、それに取り組むことで、会社の業績も良くなると、いうことですね。ですのでぜひですね、まあ、そういった意味で、
積極的に、取り組んでいただけたらなというふうに思います。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。